東京オリンピックの聖火が開催地の東京に入り、今日お披露目式が開かれました。全国で最後となる東京の聖火リレーは、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえて、島しょ部を除いて公道でのリレーが中止されました。午後からは走る予定だったランナーがトーチキスで聖火をつなぎます。聖火はオリンピック開幕の23日に向けて15日間都内を巡ります。